初連載は週刊ジャンプですよね。ああ、そうなんですよ。幻の、いや幻ではない。僕がジャンプで仕事するきっかけになったのが画廊なんですよ。そうでしたね。その時の厚弘くんの学園ものの漫画のコピーを僕こんなん書いてるんで10 見てこれ手錠。あ、手錠。はい、お客さんの時に手帳いっぱい書いたんで見ないで書けますよって言われたから、はい、人がなんで、あー、バそうバギーってバギーってなってです。それでだからスピリッツの方で、はい、あの玉井幸雄さんってところでお客さんと入ることになって、3年ぐらい入ってる間に、そうスピリッツとか出してもなんか、あの落ちたりなんたりして、下野黒さんのアシスタントとかをちょこちょこ、あの、ね、最後の1日だけ入ったりとか、そう飲み要員としてあなんか普通に良いから、はいはい、下野黒先生同期ってことで、それでちょこちょこ手伝いつつ、なんだっけ、藤沢徹さん、GTO の、はい、藤沢徹さんのところも募集してて、ちょ珍しく当時ネットかなんかでまだ10年以上前で、13年ぐらい前かな。藤沢先生でも長かったですよね。あ、でもそこも3年半ぐらい。ああ、そうなんですね。3年半入ってて、間に島岡さん飛び飛び、はい、そうなんですね。あの藤沢さんとか入りながらもたまに島岡さんとかで1日だけ入るみたいなことやってて、そうだったんですね。藤沢さんの足さんと終わったそのままの足で行くこともあったりとか、明け方手伝って帰る。すごい大変。そう、いやでも、ね、あの、じゃあそれはそれで飲めるぜ。そうそう、その後飲めるぜ。あのね、あの、両親の宮崎だからお酒好きが多いし、あの、九州は、で島袋さんもやっぱり沖縄だから、はい、割とこうお酒好きなんで、そう、お酒要員として、はい、はい、さんちょっと来れるみたいな感じで、センターカラーのちょっとこうね、はい、あの一枚だからスタント呼ぶよりはちょっと近くに住んでるっていうので、ガロー、あの初連載じゃないですか、でアシスタントを呼ばなきゃいけないって使うって言って、もうだからあれやっといてよかったってやっぱ思いますよね。だから逆もあって、連載してたから、作家さんの気持ちにもなれて、どっちの気持ちになれるっていう、はい、そうなんですね。で最初の頃って僕が行った頃ってもうフルアナログだったじゃないですか、でその後って今とかね書いてる、ずっと書いてたのもう全部フルデジタルになったんですか。フルデジタルですね。もう作画もデジタルなんですね。あの藤沢徹さんと入った時に、はい、ちょうどコミスタができた時で、はいはい、で藤沢さんの仕事場じゃなくて、あの、まあ、別宅かなんかって、そこの近くにサルシスの、はい、あの本社があって、新宿の、はいはい、そこにじゃあ、あの藤沢さんが、あのちょっと、こういうソフトができたんで、はい、見学に来ませんかっていうのをアシスタントを連れていくかってなって、連れてもらって、セルシスっていうのはあれですよね、あのクリスタとかコンビニスタ作ってる会社の漫画制作とか作画ツールですね。あ、そうかそうか、そうですね、そこは言わないと確かに俺らはピンときました、はいはい、そこに行ったら、説明会受けるんですけど、はい、そのなんかモニ、なんだ、あのなんかプロジェクターかなんかで、はいはい、何も頭入ってこなくて、まあ、実際に手で動かさないと、ね、自分であれ使ってみないと、それだけ聞いても、うん、はぁ、ね、去年さえパソコンも微妙だったのに、そっから、そっか、フルアナログって、あ、フルデジタルってすごいですね、取り込み方がまず最初分かんなくて、しょうがないからもう最初からフル全部やっちゃえになっちゃったみたいな。いやおかしい、取り込みは分かるよね。ゴミ取りっていう感覚で、はいはい、ゴミ取りどうすればいいのって、嘘じゃあそれ分かってたら作画型だけはアナログだったかもしれないってことですね。しょうがないから全部こっちでデジタルでやっちゃえってことだぜ。もう、なんでなんかこんな線路ボロボロになっちゃうんだろうって。いや取り込むとね。マジっすか。あと B4 の原稿紙と取り込んじゃう、どう取り込む、大きいの買わなきゃいけないのとか、スキャナー、まあそうですね、そんなお金ないしとか、ね、大きいですからね、なかなか民用のスキャンできるスキャナーが売ってないんでね、急に高くなりますからね。A4 とか、A3 とかになるともう高いもんね、はい、高いです、高いです、はい、だからもうしょうがなくみたいな、それでデジタルになってったんですね、で今だと在宅でアシスタントとかって感じでってことですね。まあここで聞くのすごい隣にいるのが超嫌ですけど、当時やっぱ困ったアシスタントとかっていると思うんですよ。あじゃあねえ乗り出すなよ。いや俺の番出番が言えないみたいな。ちょっとねやっぱね困ったアシスタントっていうるさいわ。破産してとか
そんな足来たら嫌っすよね。ちょっと引きません。俺のいじり早くないか。バンダナですか。バンダナバンダナは行きましたけどね。バンダナちょっと、でもその方は、その方はあのあれでしょ、あの画廊の打ち上げに来てくれて、はい、カラオケ歌ったらめちゃくちゃうまかった。カラオケそんなとこもあんの。これ言ったら意外と嫌がってねえ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 、全然知らない全然知らないアッツーがいる。ラルクだったの。ラルクラルクだった。ちょっと待って、じゃあここで1曲やってもらいましょう。うるさいわ、うるさいわ。ラルクじゃない、多分ヒデだと思う。ヒデだったから、すごい、すごい高い声で、すごいリズムマジで、うめえと思う。そうなの、めちゃめちゃ、そんなことないんですよ。すごい言うけど、そんな、そっちもそんなことないぞ。そういうアシスタント時代が。いや、いいな、今日楽しっすわ。ごめんね。いやいや、全然でもね、うん、困ったアシスタントじゃないんだけど、村田君の伝説はいっぱいあってね。村田君の伝説ありますよね。村田君はね、あの、うん、あれだったら、あのちょうどうちに入ってくるときに、今の姿と同じ状態で、うん、スラッとした、長身年齢、180ぐらいで、でかいんですよね、そうそう、背が。すごい、あの、まあ、イケメンといえばイケメンだったらね、スラッとして、うん、どうやらそれまでは体重が、どっかで本人も言ってるかもしれないけど、60キロぐらいあったかな、うんうん、プラス。うんうん、だから太ってたって聞きますね。そうそう、だから、あの、僕のとこ入るとこ、ま、直前に60キロ痩せたばっかりで、だからまだトレーニングが続いてる最中で、うちのすごいやってたんだ。そう、初日来た初日に手伝って、うん、もうじゃあ上がろうかっつって、明日何時からって、あの7時間ぐらいね、ああ睡眠7時間後に起きようねっつって、はいはい、この時間にって言ったら、あの睡眠削ってもいいんでちょっと走ってきてもいいですかって言って、そう言ってた。そう、初日で、初日、そう初日走りに行っちゃって、あれ大丈夫かな、俺でさえまだ引っ越してそうだったその場所がね、案の定3時間経っても帰ってこなくて心配になっちゃって、あれ帰ったかなと思って荷物でもあるなと思ってこのまま。で当時 の、うん、あの新人の、うん、まあ、新連載ですし、うんうん、であの水本さんがっていうか、多分どこの作家さんもそういうところが多かったんですけど、うん、休憩と、まあ、休憩、その寝る時間ともにだったんですけど、うん、風呂入る時間、寝る時間とか、うん、ほぼ6時間ぐらいしかなかったんですよね。大体、うん、ご飯食べてお風呂入って寝る時間4時間みたいな感じで、うん、そこで走りに行ったんですよ。うんうんうん、で3時間帰ってこない。帰ってこない。で仕事がもう始まるんですよ。ね、そしたら次の日、あの村田君はって言ったら、寝てますっつって。ちょっとじゃ あ置いとこうかって置いとこうか、そう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 、走ってるからね、か村田さん走ってきてるからもう疲れてるやろし、初日だよ、ちゃんと帰ってきたんですね。でも帰ってきた、帰ってきた、もうボロボロになって帰ってきた迷っちゃいましたとかって何してるの初日だよとかね、かわいいわそうそう、もうすごい笑顔で、もうあの時まだ10代でしたよね。19だったかな、だったでしたよね、19で、うん、そうなんですよ。だからか、あのね、俺隣で仕事してたんですけど、こうやって村田君がね、このペン、しかもつけペンといってインクがついてる状態で、この状態で原稿をこの状態でこうやってやってたんです。怖っと思ってあ、こうやって原稿にズブっていくって持ってる状態をこうやってこの状態で寝てたので俺がそーっと気づかないようにこうやってやって、優しい、でもうそのまま寝かしとこうと思って、うん、いやでもさっきのあの、ね、あの平井君っていうね、はい、ちょっとこうあのなんだっけな、他のこの人もね、あ、この人は一番なんていうの、あの他の人たちはうますぎたから、やっぱ、ねはい、宮田君は、ね、北さんのチーフアシスタントだったし、松井のものの通りだったし、ね、作品も入ってるであの村田君もやっぱりあの受けたわけでもなかったから、平井君は一応基本あれだったんで、あの一番、うん、あの教える感じ、新人要員として入ってたんだけど、平井君が、あの水本さん、水本さんって、うん、先生、よ、先生、先生って呼ぶから、うん、どうしようって言ったら、うん、あの村田くんがトイレ行ってて、うん、この引き出しちょっと見てくださいって言って、うん、何だろうって村田くんの引き出しをガッと開けたんだ、うんはいはい、そしたらあの B4 にB4 の白紙にすごい立派なドラゴンが書かれてて村田くんなんか この2、3日すげえ遅いなと思ったらドラゴンをこう開けては書いて戻してみたいなことずっとやってて、そうっす、全然原稿上がってこなくてすげえ立派なのできてて何してんのと思ってそう、村田くん伝説がね、そうですね、あと必ずご飯、あの、うん、あの
いっぱい炊いてたんだけどね、はい、まだ必ず3杯お借りしてたんだけど、だから痩せたばっかだけど、はいはい、また太るぞと思ってたよかったその太らなくてね、そうですね、うん、多いな、そうだから伝説をいっぱいあるから本当に、意外と、まあ、そういう面白い人たちに囲まれて楽しく仕事やれたみたいな、そういう感じですよね、今思えばすごい、うん、よかったですね、いや面白い、厄介な石井さんとは出会わなかったんですか、だからあその後に、うん、こっちのあれですね、もう一回ジャンプに戻ってきた、あ、はいはい、そのさっき、ね、島袋さんの、はいはい、最強ジャンプ実際もやってる時に、よく、はい、やっぱりこういろんなところに持ってっては、はい、落ち込んでる時に島袋さんが、はい、ちょっと飲みに行くとか言って呼、はい、んでくれた時に、ちょうど俺打ち合わせの帰りだったからって、うんうんうん、たまに見せてたんだ、はい、そしたら水本さんこんなにかけんのになとか言って言ってたから、うんうんうん、それを島袋さんがトリコを連載始めて、はい、ちょっとこう新しい雑誌できるから、はい、スピンオフを やらせたいんだけど、はい、誰かいるって言われた時に、はい、なんか、うん、もう水本さんしかいないと思ってくれたらしくて、それでこう、じゃあ直々に言われたんですね、断られたらもう誰でもいいっていうつもりだったなって言って、なるほど、うん、だからそれも聞きたかったんですよ、なんでどういう経緯でやったのかなと思っていて、だから、ま、ウィキペディア見るとたまに下村さん師匠になったりしてるけど、師匠ではないですよね、ちょっと気持ち的にはね、たまに師匠な気持ちがある同期同期、ね、うんうん、完全な同期だ、うん、誰か直して、そう、哲学書に行く時のね、うん、10人ぐらい乗れる番で、はい、隣でいたからね、隣でね、はい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 、そう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 、はい、そうだったんですね、沖縄なのに治らないですねっていう話したら、うん、そうそう、まあ、テレビでいつも標準を聞いてるから全然大丈夫だよとか言って、なるほどなと思って、うんうんうん、あ、誰か来たぞ、誰か来たぞ、うん、なんかね、はい、遅刻してきたやつがいるんですよあいつ、あい、あいすみませんね、水本さん、はいはい、うちの、番組の生徒なんですけど、はい、マジ大遅刻、はい、今撮影してるんですよ、はい、来たよ、はい、今来たよ、今、ナミキ君、今来たね、何もわからないんですよ、そうですね、今日のコーデね今来たね、今来た、うちが面倒見てる、はい、よろしくお願いします、ナミキです、はい、お願いします、アシスタントやってきたんですか、そうです、あ、お疲れ様です、アシスタントで、はい、昨日は3時ぐらいに帰ってきて、はい、寝てなかったっ、ね、寝てなかったしょうがない、しょうがない、しょうがない、はい、しょうがない、しょうがない、優しい優しい、優しい、でもちょっとね、服が師匠と被ってますよ、これちょっと、フードは構成、フードは構成、フードは構成となってる、はい、頑張って、お疲れ様でした、じゃあ俺ちょっと休めて、はい、ありがとう、ありがとう、まさかほんまに呼ばれるとは。あれ、俺何の話しようでしょ、ごめんなさい。なんだっけ。あ、困った。困ったさんとだ。そうだ、そうそう。これだから、ちょっと困った話なんで、多分言う、あんまりがっつり言っちゃうと、まあまあ、その人に迷惑がっちゃうんですけど、うっすら隠しながら喋りますけど、この方が、あれだったんですよね、そのちょっと天然なアシスタントが一人いまして、はい、4年ぐらい入ってくれた、うん、3年から3年ぐらい入ってくれた、そうですね、じゃあお世話になったんですね、チーフは5年ぐらい入ってくれたんですけど、まあ、それこれ始めてから終わるまでやられてくれたんですけど、その3年ぐらい入ってくれた人が割と天然で、いろんな必ず帰る時に何かを1個置いて帰るみたいな人だったんですよ、そうそうそう、家に忘れ物して帰る、そうそう、仕事場に置いて帰るっていう、はいはい、メールで忘れたよっていうのを毎回やらなきゃいけない優しいっすね、財布じゃなかったらいいかなみたいなまあ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 、まあ、そう、ある日帰ったから普通にトイレ行ったんでね、はい、帰ったから、うん、まあ、とりあえず明日は明日のとこないからちょっとゆったりできるぞと思って、うん、座ったら、んって違和感したから、うん、見たら、その人が流しなくて、おーみたいな、どえらい忘れ物していってる、なんかね、そういう時ってね、なんかすごく悔しかったね、うん、なんかね、ちょっとこう悔しい、毎回なんか忘れ物したけど、うん、そういう忘れ物してからよろしいなって、ね、だからね、ね、ちょっと勝った人もいいんだけど、うんうん、ムカついたから俺ね、その目、ってやったんだよ。この野郎と思ってそしたらおかしい、おかしい、うん、そしたら、そしたらね、うん、なんかね、うん、やっぱり向こう上手だったのかな、うん、あのね、この野郎すっきりしたぞこの野郎と思ったら、うん、髪取ろうとしたら、うん、カラスってねこれぐらいしかないの取り取りカラスって言ってあもう空っぽだこれ大
で上にさ、上にあのね、取り置いておきますよね、貝をね。俺もうケツマにこう、挟みながら。やめてあげて、やめてあげて。中腰で止めて。もうね、うちのチャンネル壊そうとしてるの。あの、でも面白いかも、上手にカットして。上手にピーを入れて。本当にね、あのね、もうね、負けたなと思ったから、あれはさすがに。すごいな。すごい嫌だな。反逆者だなと思って。反逆者。もうね、もうね、全然勝ててなかったなと思って。次言ったもん。そしたら、ああそうだったんですねとか言う。いや全然刺さってトイレットペーパーを必ず買えことって言ってんだから買えてくんない終わったらもう面白いな。それからだから、うん、そこから困った話ですよね。そうっすね、一番印象的な話ですね。頑張ってね。じゃあ現在の話をちょっと聞きたいなと思うんですけど、最終回の今最終回を書いてる状態、はい、もっとあのえこれ待ってください、これ最終回の載ってない原稿じゃないですもんね。先読みで今読めるんで、あ、はいはい、ギリで大丈夫かなっていう、先読みで、はい、これ最終回の、まあ、次のあの前半の終わりのページですね。まだ一番最後、これさっきのが1ページ目で、こっちが前半の12ページ目ぐらいかな、12ページぐらい。最終回は24ページで、でその次の回に一応エピローグ的なところでちょっと足して20ページ以上ちょっと書こうかなみたいな感じで、だからもう本当に終わりまで来てて、そのデッドランキングっていう、そんな中来ていただいて、そうですね、漫画ボックスで連載中という、はい、はい、そうですね、こんな漫画を書いてて、はい、ね、概要欄に載せときますので、はい、はい、よろしくお願いします。初心ですね。へぇ、はい、ね、なんかすげえ真面目に。これ裏があれなんですよ、あの 色配置。ああ、そういうやつなんだ、うん。こんな色合いでいこうかなって感じで、ちょっと。なるほどね。色配置を見て、で、これで色。裏なんだろう。そうですね。今3巻が出てまして、はい、あの4巻で終わる予定ですね。はい、じゃあ最後、はい、はい、作品名を、あ、デッドランキングって言いますね、はいはいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今回はもうわざわざこんなところまで来ていただき、いや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 、ありがとうございました。ありがとうございました。水本明嗣先生でした。ありがとうございました。オッケー。結構当時のまんまですね。あ、本当にすごいな。たまに書いてるからね。すごいな。俺結構、全然違うじゃないですかって期待してたのに。このまま絵は描けない。すごいな。これカメラマンの話ですけど、カメラを通してるとどうしても生で目の前で生で描いてくれてるのにカメラ見ちゃうね。そっちに目が行っちゃうと絶対ずれちゃうので。そうですね。だから、うん、でも松島先生に描いてもらったやつも大体画面越しです。ですよね。そっか、こういうのって意外とそういう意味では寂しいんだね。すっごいめんどくさいですよね。上下ですよね。ウニですもんね、もう。ね、本当だよね、ウニフラがたまに。だって読み切りはの時手書きでやってたのに、うん、上下使い始めちゃったから、ね。俺が自分で一人でやる時は上下使わなきゃいけなくなっちゃった。そうなんだ。思うと確かに連載でやるべきデザインじゃなかった。うん、何
点だから大変でしたよね。そうですね、基本デザインでね、いろいろ着せてみたんだけど、これがなんか一番アホだったから、なんかエキセントリックな格好してたからですね。ドラケン服装がいっぱいあったね。首のところのデッサン取りづらいし、そうなのよ、これめちゃめちゃむずいなと思って、このバランスね。新人が描くデザインじゃないですよ。確かに。首のところね、あれだと思う。めちゃくちゃ大変ですもん。みんな上下やってたもんね。ねえ。平井くんだったかな。平井くんにそういう基本のね、人物の基本やらしい。Thank you.